架空の武器は、主に神話、伝説や文学作品、あるいは、小説、漫画、演劇、映画、テレビドラマ、アニメ、コンピュータゲームなどのフィクションに、登場する武器のことを指す。登場はフィクションが先だが、現実に実用化されて、実際の戦争に使用されたものは含まない。架空の武器一覧として、神話、伝説や近代以前の創作に登場するものを、列挙する。 現代の創作に関しては、列挙すると膨大になるため、複数の創作に共通して用いられている概念や、詳細な設定があり、物語の中で大きな役割を担っているものなどに限定して、記載する。海、槍、ドラル、マチョ、マドン、宝丹王国立国神話の槍、美写問店の槍。日本神話に登場する武器中世、近世における創作に登場する。 もの、アイヌの神話に登場するもの中国の小説類に登場する武器、ヘラクレスの棍棒で弓を作るキューピッド。ヘラクレスから棍棒を、軍神マルスからは武器を盗み、キューピッドが弓矢を作っている。大理石像日本神話に登場する武器中世、金星における創作に登場するもの中国の。 伝承に登場する武器中国の小説類に、登場する武器中国の史実に登場する武器、秋代の小説、最遊記に登場する、物前方の杖、秋代の小説、最遊記に登場するもの。日本神話に登場する武器中世、近世における創作に登場する、もの、アイヌの神話に登場するもの中国の伝承に、 登場する武器中国の小説類に登場する武器秋代の小説最有機に登場するもの日本神話に登場する武器中国の小説類に登場する武器近代における創作に登場する武器指輪物語など JRR トールキンの小説に登場するもの複数の作品に近い概念として使用されているもの非常に有名 あるいはその作品の中で大きな役割を担っているもの。ありがとうございます。